ウーイーファンは中国の男性歌手、俳優。中国系カナダ人で韓国の男性アイドルグループエクソの旧メンバー。エクソでの芸名はクリスでラップを担当しエクソ M のリーダーを務め、架空設定能力は飛行、背番号は零々だった。エクソ離脱後はウーイーファンもしくはクリス名義で活動している。出生地は中国広東省広州市。 カナダ国籍。血液型は、O 型。身長187センチメートルで、家族構成は母。中国の個人事務所は、クレマタボン工作室。アメリカでのタレントエージェントは、クリエイティブアーティストエージェンシー。韓国の芸能事務所、SM エンターテインメントとの、専属契約有効期間は、ルハン同様2022年まで。中国のレーベルはクシ音楽。 タイ合音楽集団。韓国語、英語、北京語、関東語を話すことができる。趣味と特技は、服のリメイク、作詞作曲、バスケットボールで、デビュー以前の夢は、バスケットボールの選手だった。中国で発表した楽曲では歌唱とともに作詞、作曲、プロデュースにも参加している。性格は、外従内合、好きな食べ物は、韓牛、好きな音楽は、 ヒップホップとエレクトリック、好きな映画は、インセプション、ニックネームは、ボンボン、ザウの名は、ノーマリー・インセーン。2013年のインタビューで、自身の身長について、プロフィール上では187センチメートルだが、実際は186.6センチメートルと答え、四次元な性格と記事に書かれた。中国のミュージシャンで、元 SM 練習生の総併洋とは、 親友の間柄にある。中国の SNS などで小戦肉のうちの一人とされており、上海のマダムタッソー館ホームページでも、小戦肉、クレマタボンと紹介されている。1990年11月6日に中国関東省広州市で生まれ、10歳の時にカナダのバンクーバーに移住した。2007年にカナダで行われた SM グローバルオーディションに合格。 SM の練習生として4年を過ごした。2012年2月16日、21歳の時に、新人グループ XO のメンバーとして、予告映像を通じ初公開、同年4月8日に、XOAM のメンバーとして、正式デビューした。2014年5月15日、SM に対する専属契約効力の、不存在確認訴訟を、ソウル中央地方法院に提起した。 6月24日に、中国の女優兼映画監督、女性つぼみが、新作映画、夕一個地方ただ夕賀門ともみちの予告画像を、自身のウェイブ e b に投稿、エクソリ脱後初めて姿を披露し、ウィファンとしての、活動再開を知らせるきっかけとなった。12月1日に、老人形制作開始が報じられ、上海マダム達奏館で90年内生まれの、スターとして、初の展示が決まった。 2016年7月21日に、クレマタボン工作室が、SM との契約紛争が正式に終結したとの声明を出し、韓国と日本を除く地域でのマネジメント業務委託を SM から受けたと発表した。SM 側も、報道資料を通じて裁判所の調整勧告決定による合意到達を報告。クリスとルハンの専属契約は、 元契約通り2022年まで有効に存続し、両者は SM に対して売り上げの分配を行うと公表した。2017年にハリウッド映画に初出演した。主演は役名を太字で表記レギュラー出演は番組名を太字で表記。ありがとうございます。